大韓航空機撃墜事件。大韓航空機撃墜事件は、1983年9月1日に、大韓航空のボーイング747が、ソビエト連邦の領空を侵犯したために、ソ連防空軍の戦闘機により撃墜された事件のこと。乗員、乗客合わせて269人全員が死亡した。なお、大韓航空は、この5年前にも、広報ミスで、 ソ連領空、コラ半島上空を侵犯し、ソ連軍機に迎撃されている大韓航空機銃撃事件。日本で大韓航空機事件と呼ぶ場合この事件のことを指す場合と、1987年11月29日の大韓航空機爆破事件のことを指す場合に分かれるが、両事件は全く異なるものであるので注意が必要である。大韓航空便は、 アメリカ・ニューヨークのジョンカイ・ケネディ国際空港を出発し、アラスカのアンカレッジ国際空港を経由、大韓民国、ソウルのキンポ国際空港に向かう、当時週4便で運航されていた定期便であった。なお、この便は1979年4月に開設されたもので、事故機には、アイラブニューヨークというステッカーが貼られていた。 当日使用された機体はボーイング747から230、機体記号、HL7442 で、ファーストクラスとエコノミークラスの2クラスが用意され、乗客240人、乗務員は千日のエトラ、チョン病院基調、以下29、うち6人が、デッドヘッド、イコール業務移動のため乗務した非番の乗務員、であった。なお、乗客乗員の国籍は、下の通りである。 発着国の韓国人とアメリカ人の乗客が多くを占めたが、ソウルで乗り継ぎ時刻へ向かう日本、中華民国、フィリピン。当時はイギリスの植民地であった、香港の乗客も多かった。なお、フィリピン人うち4人は在日在住者で、そのうちの1人は横浜市のセントジョセフインターナショナルカレッジに通学する小学生であった。また、カナダ人のうち1人は、 鹿児島市のラサール中学校、高等学校の関係者であった。また、業務渡航客から観光客まで幅広い層が利用する路線であった。ことから、中東から帰国する出稼ぎ労働者が、その犠牲者の多くを占めた1987年の大観光空気爆破事件と比べると、犠牲者の年齢層も幅広い。日本人の犠牲者で最年少は3歳の男児だった。 なお、日本人乗客の多くは、日本航空やパンアメリカン航空の直行便に比べて、航空券が安価な大観航空を使い、金保国際空港を経由して、日本へ帰国する観光客や留学生であった。時刻は、東京、ソウル時間、アトックプラス9、1983年8月31日9月1日、航路を外れた07便は、 航空自衛隊の輪っか内レーダーサイトにより観測されていた。ところが、この時点で洋上飛行中のはずであった007便は ATC トランスポンダから識別信号を発しておらず、航空自衛隊は007便をソ連国内を飛行する所属不明の大型機として、その周りに飛行するソ連軍戦闘機を迎撃訓練を行う戦闘機として扱った。これとは別に、 陸上幕僚幹部長サブ第2課別室通称超別電波傍受を主任務とする部隊はソ連の戦闘機が地上と交信している音声を傍受ミサイル発射のメッセージを確認したがこの時点ではソ連領土内での領空侵犯機に対する通常の迎撃訓練が行われていると考えており実際に民間機が攻撃されていたという事実は把握してなかった この録音テープは、後に、アメリカがソ連に対処撃墜の事実を追求するために、中曽根康弘首相の判断で、日本国政府からアメリカが州国連邦政府へ引き渡している。撃墜直後、バッカ内のレーダーサイトは、所属不明機の機影が突然消えたことを捉えた。行方不明機がいないか、日本、韓国、テグ、アメリカ、エルメンドルフ、ソ連、 ウラジオストクの各航空当局に紹介したところ、前期の三国からは該当機がないとの返答を受け、ソ連からは返答がなかった。ミサイル命中の30秒後、それまで007便を通信管制していた東京航空交通管制部に雑音が混じった007便からの呼び出しが入ったが、そのまま連絡が途切れた、急減圧により緊急降下する胸の芯の内容は、 鈴木松美の音声分析により判明。代わりに呼びかけを依頼された付近の飛行機からも007ビニエは無線が通じなかった。9月1日の朝の時点で日本政府が大韓航空機がサハリン沖で行方不明になったことを公式発表し、午前7時前後には日本のテレビやラジオではニュース速報として大韓航空機が行方不明になったと報じたほか、 各国の通信社が、東京発の情報として、大観光空機の行方不明を報じた。また、この後に、ソ連軍機により、カラフトに強制着陸させられた、乗客乗員は全員無事などの出所のわからない、誤報も、報道機関の間で飛び交い、日本の各マスコミはこれらの誤報を朝から昼にかけて、ニュースやワイドショーで放送した上に、なお、 この日の午前中の日本のテレビはこの事件の報道を一色となった昼過ぎに締め切りとなる夕刊に掲載してしまった新聞社もあった。さらにこれらの記者が家族に対して直接伝えたりしたために大韓航空や家族などの関係者が混乱する一幕もあった。このような日本や韓国、アメリカ合衆国などの西側諸国の報道があった。 ものの、日本やアメリカの政府やマスコミからの問い合わせに対して、ソ連は該当する航空機は国内にいない、領空侵犯は日本海へ飛び去ったと事件への関与を否定した。これに対して、アメリカ合衆国連邦政府は、その日のうちにソ連軍機が007便を撃墜したと発表。日本当局が提供したソ連軍機の防受テープも雑音を除去し、 ロシア語のテロップをつけた上で一部放送した。この防除テープをめぐり、日本がテープをアメリカ側に提供して公表することについては、防衛機密保持の上から、後藤田正春官房長官や防衛庁の幹部は消極的であった。しかし中曽根康弘首相は、更新記録を提供して、日本の防除能力が多少知られたとして、この場合には損はないと考えた。 ソ連に対する日本の強い立場を鮮明にする好機であり、対米友好協力関係を強化する意味もあった。レーガンに知らせてやるのは、得になることはあっても、損になることはないと考え、反対意見を押し切って提供した。このアメリカによる正式発表を受けて、事件の当事国である日本や韓国、アメリカなどの西側諸国ではソ連に対する非難が起こり、 ソ連政府に対して事実の公表を求めた。またこの日には北海道のオホーツク海沖合で操業していた日本の漁船が旅客機機体の破片や遺品を発見した。これと前後して海上保安庁やアメリカ海軍の船艇が機体が墜落したと思われる付近に向けて捜索に向かった。9月2日には ソ連のニコライオガルコフ参謀総長が領空審判機は広報灯を点灯していなかった正式な手順の警告に応答しなかった日本海方面へ飛び去ったとテレビカメラを入れた記者会見で発表した後に007便の広報灯は点灯しており十分な警告は行われていなかったことをパイロットが証言するこれに対しアメリカのロナルド・レーガン大統領はソ連政府を 嘘つきと非難したほか、当事国である韓国の前途韓大統領もソ連を激しく非難した。また、日本や西ドイツなど多くの西側諸国の政府がソ連の対応を非難する。9月6日に国連安全保障理事会において陸上幕僚幹部長サブ第2カ別室が傍受したソ連軍機の傍受テープに英語とロシア語のテロップをつけたビデオがアメリカによって 各国の国連大使に向けて上映され、ソ連軍機による撃墜の事実を改めて世界に問いかけた。これに対して、ソ連の国連大使は、ビデオの上映中は一貫して画面から目をそらし続けてたが、この後、ソ連のアンドレー・グロムイコ外務大臣権第一副首相は、大韓航空機の撃墜を認める声明を正式に発表した。9月9日に、 ソ連のオガルコフ参謀総長が大韓航空機は民間機を装ったスパイ機であったとの声明を発表。13日には緊急安保理事会でソ連への避難決議が上渡されるが常任理事国のソ連の拒否権の行使により否決された。9月13日に大韓航空機と最後の更新を行った日本の運輸省航空局が更新記録を公表し、 撃墜直前まで全く異常がなかったことが確認される。なお、当事者である韓国は当時ソ連との国交がなかった。上、国際連合に加盟していなかった。加盟は1991年こともあり、ソ連への抗議や交渉、国連での活動は、国連加盟国でソ連と国交があり、かつ、事件の当事者である日本、事件時に当該機の完成を担当し、 さらに隣接する公海上に当該機が墜落、また多くの乗客が被害に遭ったとアメリカ当該機の初国かつ製造国であり、また多くの乗客が被害に遭ったが主に言った。事件後すぐに日米その船舶や航空機が、大艦航空機が墜落したと想定された、カラフトの西の海馬島周囲の海域を船舶や航空機によって捜索したが、ソ連は 領海内への日米の官邸の立ち入りは認めず、公海上での捜索に対しても、日米の官邸に対して、進路妨害などを行った。その後、ソ連は回収した機体の一部や遺品などの一部の回収物件を日本側へ引き渡したが、一方で、これ以外に遺体は見つかっていないこと、ブラックボックスは回収していないことを主した。だが、機体の破片や遺体の一部が、 北海道の沿岸に事件直後から次々と流れ着いており、付近で操業していた日本の漁船などによって回収もされていたため、このようなソ連による発表内容は当時から疑問視されていた。なお、北海道沿岸に流れ着いた遺体のほとんどは、皮膚組織の一部など原型を止めていないものであった。ソ連崩壊後に行われたイズベスチア氏の取材では、 複数の遺体とその一部及び数々の遺品がソ連側によって実際に回収されていたものの日本側に引き渡されたもの以外のすべてが証拠隠滅の他検査後にすべて焼却されていたことが明らかにされた。なお日本側に漂着した遺留品は身元確認ができないまま2003年の中嶺祭において遺族会の了承の下で焼却処分にされた これ以前に、意の一部も、同様に仮装されている。また、各国が必死になって捜索していた、ブラックボックスについては、実際には、事件後間もなく、ソ連当局によって回収されていた。ソ連当局は、コックピットボイスレコーダーとフライトデータレコーダーの分析を即座に済ませ、1983年11月28日には、国費報告書において、 スパイ行為説を否定していた。だが実際にはスパイ非公説の反証となり得る可能性があるとの報告に基づき、モスクワはブラックボックス回収の事実を公表しなかった。日米は上記の事実を知らないままブラックボックスを半年以上も捜索し続けていたことになる。なお、ブラックボックスの極秘の回収指示書がソ連当局から カラフトの地元住民に渡されていたこと、地元住民がその指示書と同じものを実際に海中から引き上げたこと、そして住民が密かに自宅などに持ち帰っていた部品が撃墜された大観航空機のものであったことが日本テレビの大水石の取材によりソ連崩壊直後の1991年に判明していた。この番組は1992年4月4日に 放送された。この番組では、ロシア国防省の許可の下、潜水艇を用いて墜落現場の撮影も行われ、事件後10年近く経っても現場付近に沈んでいた、機体の残骸や犠牲者の衣服、そして遺骨の一部が撮影されていた。なお、この番組では、ブラックボックスについて、ロシア側からは一切明らかにされなかったが、 ロシア側から公開の意向を日本側に伝えたのが番組収録とほぼ時期だったためおそらく相前後したと思われる。アメリカはソ連のアエロフロート機のアメリカ乗り入れを無期限停止した上アメリカ合衆国連邦政府職員の同航空の利用を制限しパンアメリカン航空機のソ連乗り入れも停止した。アエロフロート機のアメリカ乗り入れ停止は1986年4月29日まで。 続いた。日本政府は制裁措置として2週間の日本航空とアエロフロートによる定期便送後のリレーレを停止し、成田国際空港モスクワ船や成田ハバルフスク船などの運航が停止した。事件後に遺族によって、宗や岬に慰霊碑が建てられた。事件当時、ICAO 理事会は民間航空機の溶撃は避けるのは望ましく。 最後の手段としてのみ用いるべきこと、いかなる場合でも武器の使用を慎むべきことを勧告していた。事件を契機として、翌1984年にシカゴ条約の改正が行われ、これにより領空を侵犯した民間航空機を撃墜することは明示的に禁止されることになった同条約三条の二、撃墜時パイロットである、 オシポービチ中佐は1986年に戦闘機の事故で重傷を負ったために退役し、アディゲ共和国のマイコープ市で暮らしているが、ソ連崩壊後の1991年、大追跡のインタビューで、軍令のためとはいえ結果的に民間機を撃墜したことは遺憾だとコメントした。その後のナショナルジオグラフィックチャンネルのドキュメンタリー、メーデー、航空機事故の真実と、 真相シリーズのインタビューでは撃墜した機体は偵察だと今も信じているという異なるコメントをしている。事件を契機に軍事用途に開発された衛星測位システムである GPS が民間航空機の安全な航行のために解放された。ソ連政府によるブラックボックスの引得などにより事件についての多くの疑問点が冷戦が終結した1990年代まで 解明されないままであった。しかしその保冷戦が終結したことを受けて、1991年11月にパリで行われた国際テロ対策会議において、オレグ・カルー・ギンソ連国家保安委員会、KGB 議長顧問が、この事件の詳細を日本側に報告すると、笹つゆ内閣安全保障室長に表明し、その後実際にロシア政府は、 回収を取得していた007便のブラックボックス、蒸気のように、記録は墜落の11分前で途切れていたを ICAO に提出し、合わせて残された遺品の遺族たちへの引き渡しを行った。ICAO はこれを高い解析技術を持つ、第三国であるフランスの航空当局に提出、解析を依頼し、その結果をもとに調査の最終報告をまとめた。それによると、 航路逸脱の原因は以下のいずれかとされた。どの説が正しいかは証言できるものが生存しておらず真相究明が困難なた不明とされている。しかしいずれにしろ007便の操縦士と副操縦士によるヒューマンエラーが原因であることは確かである。なお、007便のボイスレコーダーには線基長と副操縦士、機関士が首を繰り返すのが記録されていることから 設定ミスもしくは切り替えミスに気づかなかった原因として疲労によるヒューマーエラーを指摘する声もある。実際に3人の運行乗務員は事故前にソウルアンカレッジニューヨークトロントアンカレッジという勤務スケジュールであり休養もとっていたがジャーナリストの小山岩尾は著書で実際に疲れて休養を取るというのは単に眠ればよいという単純な時間の辻つま合わせでは 解決しないと述べており、上院らは、時差ボケが抜け切らなかった結果、注意力が散漫になった可能性がある。なお、ICAO の最終報告書は、日本の遺族には、原本のコピーのみが手渡され、日本政府は、ICAO による、調査の中立性、一貫性を失う恐れがあるとして、公的な和訳は作成していない。ボイスレコーダーの音声は、小山岩尾が、 ICAO 本部へ出向いて聞き、著書、ボイスレコーダー撃墜の証言に収録した。ICAO による最終報告が出て、領空侵犯の原因が解明される以前に、領空侵犯の原因として、ソ連政府が責任を韓国やアメリカに押し付けるために展開した根拠のない主張、そして西側の一部のマスコミや研究家の間で言われた説には、下記のようなものがある。 アメリカ軍が同盟国である韓国政府及び国営航空会社であった大韓航空に対しソ連極東に配備された戦闘機のスクランブル状況を知るためもしくは近隣で偵察飛行を行うアメリカ空軍機に対するソ連軍機の紹介活動を拡乱するために民間機による故意の領空侵犯を指示し事故機がこれに従ったとする説である 撃墜事件直後のソ連政府が非武装の民間機を撃墜したということによるイメージダウンを覆い隠すために007便のブラックボックスを回収したという事実を隠してまでこの説を強硬に主張したほか当時アメリカや韓国国内そして日本などの西側諸国でもマスコミを中心に当局の陰謀の存在が議論されたがブラックボックスの内容や 更新記録の音声が公開され原因が解明されたうつつでは当時国のロシア政府によってさえも否定されている。戦機長が燃料節約のために意図的に航路を北にずらし、スクランブルを受ける危険を承知でソ連領空を侵犯したとする説である。この説の根拠は当時の大艦航空機は航空運賃が他社に比べて安く、現在においても同様である。 燃料を節約することは、機長の使命であったという報道もあった。少なくとも、燃料節約にを使うことは、現在の他社においても同様である。説の欠点として、以下が指摘されている。この事件の疑問点に、民間機と認識した上で撃墜したのかということがあるが、ソ連崩壊後に行われた、撃墜した、戦闘機のパイロットのゲンガジーオシポビッチ中佐や、 地上の指揮官に対す、その後のインタビューの中で、007便が航行塔を点灯していたことと、パイロットも地上も、007便を民間機を装ったスパイ機と認識していたことが明らかになった。また、アメリカ軍が撃墜後のソ連軍の地上基地同士の交信を傍受した中で、撃墜2時間後に、どうやら我々は民間機を撃墜してしまったらしいという報告もなされていた。 これを裏付けるように、1976年に、函館空港でのベレンコ注意亡命事件で、アメリカに亡命し、空軍顧問となっていたビクトル・ベレンコ元ソ連。防空軍中尉は、事件当時、アメリカ国防総省の依頼で更新を解読し、領空を侵犯すれば、民間機であろうと撃墜するのが、ソ連のやり方だ。ソ連の迎撃機は、最初から目標を撃墜するつもりで発信している。 地上の防空指令センターは、目標が民間機かどうかわからないまま、侵入機を迎撃できなかった責任を問われるのを恐れ、パイロットにミサイルの発射を指示したと、1997年8月の北海道新聞のインタビューで証言している。5おさむき